とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、新しく出た装備を使っていきたいと思います。これミステリーアーマーのクールダウン2ですね。で、元々のスキルがテレポートと無敵です。かなり強いと思う。で、ピンクスコーンドレルのエンチャント、バーストボーストリング、マルチショット、ダイナモですね。検証したいのはこれなんだよね。稲妻の矢筒をクールダウン2ぐらいで、回しながら、バーストボーストリングで周りの全員を倒していくっていうやり方だね。これがちゃんと機能するかどうか、それをちょっと試してみたいところです。できれば、黄金スキルで、あれだね。ロールチャージとか、クールダウンショットがついてて、ダイナモバーストボーストリングのクールダウン編成が最高だったんだけども、さすがにそれはなかなか出ないので、これで、ちょっと、どんな感じなのか試してみたいと思います。どこ行こうかな?ここでいいか。それでは、試してみましょうか。どうだろうね。クールダウン2でうまいこと、回るかな?どうやろう。威力はね、強い。うん。めちゃくちゃ強い。やっぱりね、無限ダイナモは、さすがだね。ちょっと待って。ちょっと待って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 。ね、クールダウンが若干足りん。これきつい。いやいや、足らんわ。これぐらいじゃちょっと足らんか。ちょっとダイナモため直します。やっぱりあれかな、クールダウンが、そうね、3欲しいかな、できれば4ぐらいない。うわうわうわ、いつの間にか切れてる。ないと雷の矢筒がね持たない。いや強いんだけどな。やっぱこれマルチショットが入ったりするととんでもないわ。すごい。けどこれほんとね、かなり厳選が必要だね。すごく限定的な装備が必要になるっぽい。でも強いよ、間違いなく強い。バーストボーストリング、あれそうか、そうか、すぐ切れる。やっぱり5回やったらすぐにチャージしないといけないっていうのが厳しいな。これは使うにあたっても絶対練習が必要なやつだよ。でも使えれば強い、間違いなく最強の一角に入るぐらいの強さを秘めてる。これは間違いない。ものすげえ。ああ、クールダウン、クールダウンが。もう。とんでもない強さだけども、ダメだ。クールダウン3以上欲しい。いや、できれば4なのかな、これ。できれば多分クールダウン4かもしれない。それぐらいちょっと厳しい条件のやつなんだろうな、ね、でも使ってて面白い。めちゃくちゃ綺麗だもん。わかった。うん、とにかく装備はもうちょっと集めないとダメっていうことが分かりましたよ。もう仕方ない、かなり厳しいけども、これはやっぱり欲しい装備のうちの一つに入ります。ギャーギャーきつい。そう、あと、これは強いけども、条件が厳しいね。本当に。
まあまあ、これ使うのであれば、クールダウンの防具だね。クールダウン4は欲しい。4、いや、3だね。3は欲しい。と、やっぱり、これで使うのであれば、クールダウン編成も欲しいところなんで、バーストボースリング、ダイナモ、クールダウンショット、ロールチャージ。だ。それはかなり厳しい条件だけども、まあ、タワーを周回しながらね、探してみようと思います。はい、ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。